日は偉大なる発明のレーズントーストとポテトサラダと柿です。このポテトサラダを作った日に次の日にパンに乗せて食べるのがどうも父が好きだったパターンらしいので、今日はそのパターンでいただこうと思います。いただきます。あ、ちなみに今日もマイクは MV88 です。岡山後楽園に来ました。通常の値段は410円ですが、シニアは140円ということです。庭園結構こういう割引ありますよね。今ちょうど菊の何かやってるんですね。で、この菊すごくないですか。2色に見えます。園内に入ってきました。岡山城です。いい色になってますね。綺麗。ソーシャルディスタンスを保つ親子。今日なんか小学生がたくさんいます。妹と母。お城が大きく見えるスポット発見。休憩場所もあります。え、ソーシャルディスタンスってこと？撮影していたら完全に妹たちから離れてしまいました。時間が経過したのでちょっと人が増えてきましたね。いいね、なんかお茶屋さん。お茶しましょう。トキのお抹茶セット、アマビエ、で目口アマビエ。母と妹はあん入りきびだんごだそうです。あん入りきびだんごいただきます。ありゃ、売り切れになった。すごい綺麗な角度見つけた。帰りにもう一取りしとこう。この後楽園の近くのレストラン、食事をとったことがなさそうなので行ってみようかという話になっています。岡山ばら寿司にしてみました。なんか違うの頼んだ母も妹も茶そばがついてますが、茶そばも岡山で名物だったのかな。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。今日は午前中母と妹と岡山後楽園に行ってきたんですけれども、岡山後楽園では一般の方の入場料は410円、ちょっと値上がりしたそうなんですが410円で、65歳以上のシニアの方は140円ということで、かなりシニア割が効きます。で、それを見てちょっと思い出したんですけれども、まあ、こういうシニア割すごくありますね。東京にもたくさん庭園ありますけれども、だいたい東京の場合は半額ぐらいですかね。通常の一般の価格の半額ぐらいに設定されているシニア料金というものがあります。で、年間パスポートなども買えますから、そうするとね、金額の違いというのはもうちょっと大きくなってきたりしますし、バスなどもシニアであれば乗り放題で格安のチケットというのがあったりします。今ちょっと使いにくいかもしれませんが、航空チケットもシニア割ありますし、電子マネーもシニア7個とか、GG1 とか、あれシニア
シニア向けの電子マネーがあるんですよね、あれシニア7個 GG1 音でしたかね。あの発行する時の手数料が割引になったりとか、ポイント付与とか割引になる日数が通常のカードよりも大きいというようなシニア向けの電子マネーもあったりします。私はちょっと個人的にセカンドライフに入った時にこういったシニア割の、サービスを活用することを楽しみにしてるんですけれども、まあ、こう自分が楽しみにするためにあるいは自分の親が、よりリーズナブルに生活を楽しむためにというところでシニア割のサービス確認して教えてあげたりできるとまたちょっと楽しみになるかもしれません。以上、FP 小話でした。